皆さんこんにちは。ピアニストの松本和正です。今日はテンペストの第一楽章を取り上げたいと思うんですが、第一楽章を3つに分けて取り上げていまして、1つは気持ち編。この曲に一体どういう気持ちが込められているのか、そしてその情景はどういうふうに変わっていくのかというところに的を絞った、解説。それからもう1つはテクニック編。どのようにすれば望む音が出せるようになるかということですね。そしてこの回は構造編、分析編そしてこの回は分析編ということで、アナリーゼをしながら曲の組み立てを考えていきたいと思います。はい。まずは順番に考えていきたいと思うんですが、簡単な全体のアナリーゼから、こういった類のことは本を読めば書いてあることなので、さらっといきますね。まずは最初、ここからこの20小節目までは、イントロダクションですね、導入部。そして第一主題、第一主題、定時部ですね。定時部の中の第一主題、そして第二主題が一体どこなのかというのがちょっと気になるところなんですが、ここだろうね。でも他の曲みたいに第二主題が来ましたという感じで来るんではなくて、第一主題の中からいつの間にか現れているという、そういった趣があると思います。で、その結びの部分、この小さいコデッタのようなものがあって定時部が終わり、そして展開部、ここからが展開部ですが、展開部の中の、導入部のようなイントロダクションのようなところ、そして展開部の、メインの部分、ここからですね。ほとんど第一主題でできています。そしてここで再現部、ちょっとレチタティーボが挿入されていますね。で、第一主題に行かずに、挿入句があって直接第二主題のところに入ります。ここからは基本的には定時部と全く一緒で、最後だけこの締めの部分のさらに締めの部分のようなところがあって終わるという構成になっています。この形式自体はね、そんなに凝ったものではなくて、ごくごく普通のソナタ形式と言っていいと思います。なのになぜこんなに嵐のような雰囲気が生まれるのか、ここが大事なんですね。このアナリーゼというものは、皆さん何のためにされていますか？一つにはその知的好奇心のため、この作曲家はこういう面白い形式を生み出したんだなとか、そういうね、そういうのを知って喜びを見出すというのは一つあると思うんですけど、
でも僕たち演奏する側から言うと、だからどうしたという、そういうことにしかならないんですよね。このモチーフが形を変えてここに現れています。だからどうしたっていう、僕はずっと若い頃はそう思っていました。だけどそれが演奏とすごく結びつくようになってから、すごくアナリーゼが面白くなりましたね。はい。では、本当に演奏に役立つアナリーゼというのはどういうふうに見ていくのか、順番に考えていきたいと思います。まず最初、イントロダクションの部分、この和音は、これは一体何調でしょう？はい、答えは二単調、Dモールですね。その後を見れば、明らかに D モールです。だけどここだけ質問をすると、アードゥアですっていう人が結構いるんですね。じゃあこれでこの曲終われますかと。D モールだと思って始めると、とてもゾクッとするような表情が出ます。ちなみに手話音以外の和音から始まっているベートーベンのソナタというのは、この曲と、28番、とあと18番ですね、これのスガートの。確かこの3つしかありません。ちなみに手話音以外から始まっているベートーベンのソナタというのは、この曲を含めて4曲しかないんですね。それがだん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 時代が、先に行くと、例えば、というふうに一体何調か全くわからないという不安定なところから出てくる曲、リストのソナタとかもそうですね。ような曲がたくさん出てくるんですが、この時代はまだね、ピアノソナタ、基本的に作品は手話音から始まるというのが当たり前の時代です。はい。そんな中、突然 D モールの続和音、これが曲としては D モールでないといけないんですが、この和音をドミナントとして捉えるだけだったら D モールでも D ドアでもあり得るんですね。だけど D モールと思って始めることがとても大事。そしてこの最初の和音と次の、アレグロの最初、これは同じ和音です。なのでテンポは急激に変わるけれど、ステージは同じはず、場面は同じはず。と思うと、ここに統一感が、出てきます。そしてここからはどうなっているかというと、5度1度5度1度、そしてここからはどうなっているかというと、5度1度、5度、1度という和音の構成になってますね。これは大事な音の異音を取って下がってくるようになっているので、
和音の構成音だけ弾くと、こういう流れになります。こうやってね、骨格だけ見るとすごくすっきりしてますよね。そしてその後も、この最後の、2拍目の裏で、今までの流れと随分変わるのが分かりますね。このままドッペルドミナントですね。で、ドッペルドミナントを上に残したまま、下はドミナント。逆から考えるとドミナントが下にあるのに、まだドッペルドミナントが残っている。そういうところに、まあ、いろんな可能性があるんですけど、未練であるとか、割り切れない感じ、やるせない感じ、そういうそのスパッと割れないものがいろいろ込められていると思います。ここはのぶつかって苦しい感じが込められていますね。そしてそこで突然アダージオになる。もしこれアダージオがなかったらどうするか、どうなるか。こうなっちゃいますね。で、多分アダージオがなかったらこんなに音がたくさんないと思うので、こうなるわけですね。とってもあっけない。これだけ迫ってきてぶつかったのに、さらっといなくなってしまう。いなくなってしまう暇もないくらい、さっと過ぎ去ってしまう。ここにアダージョが入ることで、この一番苦しいところがすごく強調されて、拡大されて、ここにこうやってアダージョが入ることによって、この一番苦しいところがすごく強調されます。そしてその解決は、こういうふうになされるのですが、ここは何調でしょう？もちろんデーモールですよね。アードはではない。なので、こうやって解決できるところではないんです。まだドミナント上にいるので、この和音はさらにここに解決されないといけないというところにまだいます。要するに、まだその苦しみは終わってはいない。だけど解決されることなく、次のラルゴでは転調します。これは何調でしょう？ここは、先ほどはこのドミナントだったら2つ可能性があると言いましたが、ここは1つしか可能性がありません。ここは F ドアですね。なぜかというと、この D モールからこの和音を導き出したら、こうなるはずなんですね。これは、それは F ドアは D モールの平行調であるから。で、まあ、こういう別に知識は必要なくて、ここにラの音があるわけですから、一回こうやって転調しただけだったら、ラの音は残ってる。にするにはもう一回転調しないといけないんですね。なので、ここは F ドア。そう思うと、少しだけこれが希望の音に聞こえてきませんか？で、次にアレグロになった時もまた同じ和音から始まります。ここまで5度、
けど、ここから先どうなるか。ここまあ一応まだ F ドア上の2度と思っていいと思うんですけど、この和音 F ドアにはないんですよね。なので F ドアを弾いていて、これが出てくると何なのかというと、Dモールのナポリなんですね。なので結局 F ドアになってちょっと希望ができたかと思ったけど、結局 D モールに落とされてしまう。これは続句ですね。これドッペルドミナント。そしてここに1度の第2展開形があります。これはもうパターンですね。1度の第2展開形があれば、どこかに属7があって、そして1度に戻れる。なので、ここでもし、まあ、これでもまだ引き伸ばされてますけど、パッと属7、1度というカデンツができていれば、こんなにこの曲は緊張感が漂ってなかったと思うんですね。だけど、この和音は一体どこまであるのか、ここ大事ですね。休符なんだけど、その間ずっとこの和音が鳴ってるわけです。まあ、ここでちょっと揺らぎはありますが、結局またこれなんですね。ここまでずっと1度の第2展開形、1、2、3、4、5、6、7小節と半分、ずっとこれ。気が狂いそうになるくらいずっとそこに縛り付けられてるんですね。それがこの曲のこの部分の緊張感を生み出しています。なので、これちょっと難しいんですけど、弾く時にはこれをなくしても、ずっとこの和音が鳴っているつもりで弾きましょう。でこの切り方もやるとなくなりましたって聞こえちゃうので、というその言えばいいのかな、切った後に緊張感が残る感じで弾けると、この休符の空間がすごく生きてきます。はい、そのようにしてものすごい緊張感をはらんだまま、それが収まるというのではなくて、そのまんま解決はするんですが、そのまんま第一主題になだれ込みます。ではここから提示部を見ていきましょう。これだけの凄まじいイントロダクションを経た後なので、提示部のキャラクターとしては当然ね、まあ、この曲の題名にもある通り、テンペスト、ものすごい嵐のような、そういうキャラクターを持っています。この右手の3連符、これがまたね、とても緊張感がある。これがもし2連符だったらどうなるか。ことにね、全く緊張感がないんですよね。じゃあ4連符だったら、16分音符だったらどうなるか、ちょっとテンポ的に無理なのでゆっくりめにやりますね。まあ、これは緊張感自体はあるんですけど、なんというかな、震えがあるだけという、そういう感じになっちゃいます。だけどここで3連符になることによって、弾くと安定するリズムの感じのズレが生じますし、音も下から来るものと上から来るものとね、こういうズレが生じるので、そこに緊張感が生まれます。で、この第一主題というのは一つの旋律ではなくて、この下の嵐の部分と歌の部分
合体することによって、一つのテーマを生み出しています。間違えてもこういう順番に来るものじゃないんですね。こっちはこっち、こっちはこっち。こういう別々の人が弾いているかのような、捉え方をしないといけません。それができると、ここがとっても立体的になります。で、ここから先に向けてどういう、展開をしているか。まずは1度、5度、1度、はい、これ何調でしょう。こういうのがね、パッと分かるといいですね。ここはアーモールです。アーモールのドミナント、6度、ドミナント、ドミナント。ここで、それまでは2小節かけて1つの和音だったのが、ここだけはこういう風になっているというのはすごく、効果的ですよね。これがもしその前と同じように、曲を知っていると間抜けに聞こえますけど、多分凡庸なというのは、当時普通に活動していた作曲家であればこうやって考えたかもしれない。だけどベートーベンはここで1小節、ドッペルドミナントが出てくるのを早めた。これはすごい効果ですね。そしてそれよりも大事なことが、この全体をちゃんと見据えることができるかどうか。今一つ一つこうやって和音を説明していきましたが、それはバスがずっと1音ずつ上っていく流れの中にあるんですね。1オクターブ上に上がってますけど、ドからでと考えると、まあこれも1音、ゾーン2度になってますけどね、上がったものと考えられると思います。そのずっと上がっていくこの感じ、これもし早く弾けば、でこういう一つの流れ作り出せるんですね。その上に和音をつけてみます。すごい山ができる。これをこのテンポの枠組みでやらないといけない。ここで階段を1段上がった。もう1段、というのがとても大事です。どうしてもフォルテでこれだけ音がたくさんあって、ってやってると、一つ一つ、一つ一つこうやってね、頑張っちゃいがちなんですけど、もちろん頑張るんですけどね、ずっと続く流れができるとかっこいいですね。はい。そして、アーモール・ドッペル・ドミナントから、ここはアーモールの続きですね。なのでこれはドミナント。ということは、このドッペルドミナントの苦しみは何も解決してない。ここでピアノになるけど何も解決してない。ここでね、安易に別世界のように弾いちゃうと、なんというかピクニックみたいになっちゃうんですよね。
ではなくて何も解決してない中に緊張感がずっとある。何も解決してないからこそ緊張感がずっとあるというふうに弾けるといいですね。ここは、ちょっと音を柱を分析すると、まずもちろんこのバスの部分。これ一番大事ですね。で、どんな和声がついてるか。その次に大事なリズムはどこにあるかというと、これじゃないと思うんですね。こういうリズムが根底にあるんだと思います。これ、この感じよりも随分緊張感ありますよね。座ることができないような種類の緊張感。で、その間に。8分音符が入っていると思うと、こういうふうには弾けなくなるはず。自然とね、こういう弾き方になると思います。そしてこの第2主題、これ自体はね、柱があります。ものすごく細かに分析するほどのことはないと思うんですが、この2拍目裏に音が出てくる、1、2ではなくて、こういう緊張感、1、タララ、1、2ってやっちゃうと緊張感が一気になくなっちゃうんですね。1、タララ、バララ。その後でとても印象的な部分が出てきます。この和音は何でしょう？これはナポリですね。ここだけ別の調になったわけじゃないですよ。このナポリはどこで解決するか、とりあえず一回別の和音で受け止められるか、どこかというと、ここではなくて、この次の1拍目ですね。だけどこれは、1度の第1展開形なので、終わることもできないし、先に行くこともいまいちできないという、割と宙ぶらりんな和音です。ソーラーというのがあるので、だいぶ弾きにくくなっちゃうんですけど、弾きにくいと一生懸命練習しているうちに構造が分かんなくなっちゃうんですけどね。ここは柱だけ取ると、こういうような柱になってます。和声の動きだけ考えると、ベートーベンに限らずですけど、すごく効果的にこのナポリの位置というのが考えられていて、2小節あるうちの4分の3をナポリが支配してるんですね。これがもし1度とナポリが同じだったら、そんなに緊張感が出てこない。だけど本当は
そんなところにすごい和音が来るはずじゃないというところに、いきなりこれが来ちゃう。しかも次に行くわけでもなく、そこにとどまってしまうというのがすごい緊張感ですよね。とどまってしまうといっても、間違えても一時停止みたいに弾かないでくださいね。フレーズ感がある中で和音が、同じ和音が続くというのがすごい緊張感です。そしてこれが1回、2回、3回あった後にはやっと動き出しますね。一度ナポリ、ドッペル、一度の2点、これが出てくると終われそうなもんですけど、まだここは終わらずに、ヨド上の5度、ヨド、ヨド上の5度、ヨド、ヨドはサブドミナントですから、これが出てくればこうやって終われますよね。だけどもう一回ここでナポリを出してきてる。くどいほどこの絶望感を味わわせてるわけですね。ナポリナポリとさらっと言ってますけど、ナポリの和音っていうのはどういう表情なのか。まあこの感じからね、感じ取ってもらうのが一番なんですけど、とても、まあ、絶望的ですよね。救いのない感じ。そしてすごく緊張感がある。そういう特徴があると思います。ハノンのスケールの最後にカデンツ弾きますよね。これの最初のこの和音、これ丸々そのまんまナポリに変えても、その場所の役割としては同じものになります。だけどキャラクターとしては、すごい悲劇の曲が始まったみたいになりますよね。ナポリの和音というのはそういう緊張感を持っています。なのでこの瞬間見逃さないように。そしてメロディー残ってますけど、1度の2点、5度、1度という当たり前のようなカデンツがその後は続いています。ここで一つ注目したいのが、デクレッシェンドがここにあるんですね。これデクレッシェンドって書いてあるからデクレッシェンドしました、ではとてももったいない。なんでかというと、もしここにデクレッシェンドが書いてなかったらどうなるかというと、盛り上げたいですよね。この1度の2点まで来て、さらに先がある。これがあって、これがあって、これがあってと上がっていくはずなんですね。そしてそこでいきなりナポリといっても、この和音の1音だけ変えればナポリになります。で、そうすると、この和音よりもナポリの方が緊張感があるので、さらに盛り上げたくなる。1オクターブ下がってますけどね。ここはまあ落ち着くとも、さらに盛り上がるとも言えない。方向性としては収まる方に向かっていますね。だけどまだ音が出てる。最後です。ちょっとだけ落ち着いて一度に戻るというふうに普通はなるはずなんですね。だけどその全く逆を言っている。するとどういう感じが生まれるか。その前までがこれだけもうその苦しみをスフォルツァンドで持って、
叩きつけるような叫びのようなそういうね、激しさを持って表現しているわけです。それが1回、2回、3回、でさらにその発展形、でさらにって気持ちとしてはなるはずですね、この構造から言うと。なのにデクレッシェンド、その音型、和声の流れもさらに発展していくものなはずなのにデクレッシェンド。これ当たり前のデクレッシェンドじゃないんですよ。ものすごく苦しみがそこに残っていて、もう今にも発狂しそうなくらいの気持ちを抱えているけれど、それを声に出して叫ぶことも許されないくらいの絶望、そういうこともできないくらいの、絶望という、そういう意味合いを持ってくると思います。で、そこにこのナポリがピアノになってますけど、これが出てくることによってさらに落ち込みますね。で、もう一度この下りがあります。さっきとはちょっと違ったニュアンスになりますね。これもやっぱりナポリなんですけど、この形よりはここは不思議とね、ちょっと緊張感が、一見抜けて聞こえる。一見最後はデクレッシェンドが出てこずにフォルティッシモになってますよね。スフォルサンドではなくてフォルティッシモ。スフォルサンドは強さではなくてニュアンスですから、まだ大きくないかもしれない。大きく弾く人もいますし、僕も大きく弾く時もあるんですけど、でも意味合いとしては大きいということではない。これに対してこの音のこの言葉がとても勢いがある、緊張感があるということですけど、最後フォルティッシモになるっていうことは、本当にその場面が大きなところになっている、大きな気持ちになっている。すなわちどういうことかというと、その少しずつこうやってこうため息のように、激しいため息ですけどね、ため息のように漏れていた苦しみをようやく開いて外に向かって言うことができたかもしれないというところなんですね。だけどそんな中、このバスの部分はそんなこの主人公の気持ちなんか全く聞こえてないかのように、さらに恐ろしい方に向かって進んでいきます。ここはどうなっているかというと、まあ転調したと考えると程度はですけど、一応ね、まだ転調してなくて、これは転調したと考えると程度はなんですけど、すぐあっという間にアーモールの5度1度になってしまう。なので、まあ自然単音階ですけど、3度になった、3度上の5度から3度になって5度1度、そして2度の7の和音からドミナントになったと思うと、つながりが分かりやすいかなと思います。そしてこの下降形の1度5度1度5度、
それと反対の方向に上行形で一度五度一度五度、これが右手と左手と交互に組み合わさって形が交互に5回現れます。そして最後は右手と左手がこう反対方向に向かってたのが融合するわけですね。で最後は完全なる主音だけ、もちろん一度ですけど和音が存在せずに主音だけ、中音だけ、そうすると当然自由度も増えてくるので、別のところに転調がしやすくなります。たったこの3つの音の流れだけで、デーモ、デードア、に転調したところから、展開部に入っていきます。はい、というふうに和声をまず読み解くというところから始めてみたんですが、その和声がつながっていくと構造ができます。まあ、構造はね最初に分析した通りなんですけど、それをどのようにして読み解くか、どんな物語を作っていくかっていうのは、ここからここまでが第一主題ですよっていうことが分かっただけでは全く分からない。それはその何にも書いてないまっさらな枠ができたというだけなので、その中にどういう物語の流れがあって、なのでこの枠からこの枠へはこういうふうにつながりますよという、読み解きができないといけないんですね。先ほど導入から第一主題、そして第二主題までは、読み解いてみたので、そこから先は一体何が起きているか、先ほど説明したようにここは、すごく緊張感がありますね。なんでその緊張感があるかっていうと、ずっと下にドミナントのバスがあるんですね。上に続七が乗っていても、一度が乗っていても、また続七が来てもずっと下にミの音がある、ドミナントのバスの保持があるわけなんですけど、なのでいろいろ和音を変えてもどこにも行けない、どこにも行けない、ここまだどこにも行けないですね。フォルテにまでエネルギーを高めて、その逃れたい気持ちを出してみたけど、どこにも行けない。ここでようやくちょっと動きが出ます。バスがミからレになる。やっと解き放たれたところには、このナポリの和音の絶望が待っているんですね。でそこから1回2回3回言って、さらなる絶望と落ち込みに至る。これはさっき説明した通り、もう一回この同じことが出てくる、そして先ほどと違うのは、この絶望からて上の方に行く音形があるわけですね。これは逃げようとする感じ、音楽に動きを与える役割ですね。なのでここで止まってる、この場面よりは随分動きがある。その動きはだん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 音程感が増していって、
最後は2オクターブ分上に上がるわけですね。それだけの動きが物語にある。でもその動きを無視するかのようにピアノになる。すなわち逃げようとしたけどやっぱり逃れられない、という、そういう過酷な運命を表していると思います。そして、さっき和声だけ分析したこの、これが例えば普通に順次進行だったら、とバスが来たら次は下に下がるはず。で、まあ次はいろいろあるでしょうけど、これがまあオーソドックスな形ですよね。だけどそれをどん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 上に持ち上げて、というのはこれはすごく迫ってくる感じですね。そこにクレッシェンドまで最後は入ってくる。ものすごく目の前まで迫ってくる。何が迫ってくるかというと、逃れたいと思ったけど逃れられないよと言ってるのはこの左手なので、その逃れられない宿命が。それに対するのは、こういう音型は昔から嘆きの音型と言われてますね。その逃れられない宿命が迫ってくるのを見て、嘆きを、ため息のような嘆きを、発している。そして目の前まで迫ってきて、だけどまだドミナントが保持されてるんですね。だからまだ何も解決しない。で、その中でこの下降系、これはやっぱり、下がっていく音っていうのは、下に向かうような気持ちですよね。これも嘆きを表していると僕は思っています。で、この上がっていくもの、まあ、上がっていくものだけだとこう湧き上がる気持ちとかそういう可能性もあるんですけど、その前からずっと上がってきている、これがあるので、引き続き逃れられない運命のこの刻みなんだと思います。なので運命と、人間の嘆きの対峙で、最後は融合して解決したんだけど、和音がなくて1音だけ、主音だけになる。その運命に飲み込まれていって何もなくなる、という読み解きになるのじゃないかなと思います。はい、そして、この展開部で程度は、もちろん今までなかったような光が差しますよね、ここで。次の小節、次の下りで、この原始の和音が出てきます。レードアの中でこの和音が出てきたら、フィスモールになります。なので、光が一度は差したんだけど、やっぱり運命に飲まれてしまうんだろうか、という不安になる。だけどフィスモールにならずに、もう一つ転調して、フィスドアになります。フィスドアという調がね、
そもそもがこういう。高い、柔らかい、そしてちょっと、なんていうかな、距離感のある美しい蝶ですよね。その蝶にここで言った、ようやく救われたかもしれないという、そういう場面だと思います。で、そこで一瞬聞いている人を安らかにさせておいて、一気にこのアレグロのフィスモールにまた戻して、一気にこの嵐の中に誘い込みます。これもベートーベンの常套手段ですね。この落とすところをより鮮明に、より激しくするために、その前で一瞬楽園を見せる。これは月光の第二楽章から第三楽章の脈絡と全く一緒です。で、ここから先は、そんなに変わったことが書かれてるわけじゃないですね。順番にどんどん調和音が上がっていって、ここで転調します。セイドアになる。でもそれはそんなに重要ではなくて、ここであっという間にデーモールに戻ってくる。この十分悲劇的なフィスモールから、並べて弾くとすごい衝撃ですね。これがだんだん上がってきて、ここまで戻ってきてしまった。結局元の場所に戻ってきてしまったということですよね。で、それをさらに確保すべく、これとこれはどっちもドッペルドミナントですね。片方はオーソドックスなドッペル、もう片方はここにギスを足すと、こういう5度の下降系のドッペルになります。で、これはもう一つ可能性があって、こういうヨドっていう可能性もあるんですけど、でもこの物語の脈絡を見ると、多分ドッペルじゃないかなと僕は思います。よりもこの方がより悲劇的ですよね。で、そこから長いドミナントがまた始まります。これはソラソラはずっとラの周りを回っているので、ラがずっと下にある。途中からバスが第一展開系に変わりますが、ずっとドミナント。その上で、ドミナントの上で、ここが1度ですね。1度に逃れようとするけど、逃れられない、逃れられないというのを、何回も何回もやります。逃れられない運命を表していますね。
そしてエネルギーがなくなる。この S はナポリを暗示しますね。こういう和声がつけられると思います。この先のレチタティーボなんですけど、これもずっとドミナント上、この和声上にある。最後はもちろん1度になりますね。なので、ここから別物のように歌うとあんまり良くないんじゃないかなと思います。そのまんま続いていくように、いつの間にか歌に移っていたという、そういう感じがいいかと思います。その先も同じように、その先はちょっと違って、この時点ではまだ F ドアなんですね。だけど希望は見えないというのはもう知っているので、ドアにはドアなわけがない。なのでそれを打ち消します。この音が出てくると F モールになりますね。ここから1音だけ音を変えて、フィスモールのドミナントを次で導き出してますね。で、また1音だけ音を変えると、半音上の、これ繰り返していけばそのうち、もちろんそんなことをするはずもなくて、この半音ずつ上がっていくループが一体いつまでこのぐるぐる回る感じが続くのかなと思ったところ、この和音から今度はこれが導き出されて、半音上のこの原子に移って、そこからレモールのドミナントが導き出されています。ものすごい求心力でまた結局元のところに戻ってきてしまった。これはすごい過酷な運命の瞬間ですよね。そしてまた同じ宿命をたどります。逃れようとしても結局飲まれてしまうこの宿命。そして最後はここからもう転調するはずもなくて、ちゃんと和音が出てきて落とされます。というその過酷な運命の最後の、なんというのかな、うごめくものがあって、これはその幕切れを示すものですよね。オペラであればもうここで主人公が死んでいるという物語でしたよというのを最後にオーケストラが。2つ和音を弾くことによって終わりですよというのを示しているというところだと思います。
なのでこの最後の2つの和音をその前からの続きのように、すごく歌って弾く演奏によく出会うんですけど、僕は個人的にはです。もう全てが終わりましたよってこの語り部さんが言ってるだけ、言ってるだけといってもものすごくニュアンスがないとダメですけど、あまりこうこってりと歌わずにやる方が個人的には好きだなと思います。ちょっとうまく伝わったかどうか。というわけで、テンペスト第一楽章を分析してみました。生きた分析というのが、いかに大切なのか、生きた分析というのがいかに大切かということが少しでも伝わるといいなと思います。この分析をもとにして、ここから先は人によって変わってくると思うんですけど、僕なりの物語を紡いだものを、テンペスト気持ち編で解説しています。そしてまたそれをどのようにして実際に音にしていくかということをテクニック編で、解説したいと思います。